さあ今回のママテレは子どもたちをさまざまな事故から守ろうということなんですが、続いてはレジャーで起こりうるかもしれない事故ですね。そうなんです、はい、ご紹介するのは水での事故を防ごう、川の場合なんですけれども、はい、今回水難救助のスペシャリスト池部さんにお話を伺いました、まずじゃあ川でどんな時に事故に遭うのか、こちらですね。結構怖いですよね。怖いですよね、溺れた人を助けようとすぐに飛び込んでしまう、やっぱり気持ちも焦りますので、わーって思っちゃうしね、行かなきゃって、もうすぐ行動に出てしまう。大人の方がねよくこれでね亡くなってしまうっていう事故がありますよね。ニュースでも目にしますよね。でそして急な深みにはまってしまう。川でも一見浅いところから急に深くなったり、そういう経験もやっぱね足元でありますよね。大人でも、子供だったらなおさらですよね、あと浅瀬でも一度転ぶとなかなか立ち上がれない。そう意外とあの流れ強いっていうか、あれあのかこんなに立てないんだって思ったことはあります。私も行ったことあります。小さい時かな、川小さい時はやっぱり近くに川があったんで、あもう梅田さんのところの川があった。そうそう梅田川ってねおいすいませんすごいところでパッケージすいません、はい、それで売ってます、はい、でも浅瀬っていうところでは子供の膝ぐらいでも、もう足を取られてしまうぐらい怖いね。怖いですよね。それぐらいだったらチャプチャプってどうしてもね思ってしまうけど、目を離してしまいがちですけれども、ダメダメです、で靴が流されて慌てて追いかけてしまう。もうね命より大事な靴なんてないんだけどね、どうしてもサンダルがって言って追いかけてしまいますね。反射で大人でも考えたらそうであるので、子供なんてなおさらそこにもう集中してしまいますよね。川遊びの時には専用のウォーターシューズだったり、かかとがしっかりあるものを履いていくっていうのがもう本当に基本ですね。基本ですね、で行く前の準備、じゃあこういった事故に遭わないためにはどういう準備が必要なのかというところでは、まずお天気のチェック、これ気分ですよ。もう急変しますからね。ですよね、雨雲がこの後どういう風に流れるのかだったりとか、もう上流で雨が降っていないことをもちろん確認してから行く、その後どういう風に天気が変更していくのかっていうのをしっかり把握していくっていうのが大事なことですよね。あと万が一の時のために子供用のライフジャケットとか装備をしっかりと整えていくっていうのも大切。私は海だろうがあの川だろうが、もうライフジャケット絶対です。素晴らしい。素晴らしい。いやもう怖いですもん。ね。いやもうだからあの万が一のために念のためじゃもう多分私はダメだと思います。ライフジャケットも小さいお子さんがいらっしゃるところはもうこれはマストだと思いますよ。ね、はい。実際スタジオにあるんですけど、こういった子供用のライフジャケット、そしてウォーターシューズですね。これはもう基本のセットとして皆さん持っておくっていうのは大事です。あのね、暑いとねやっぱ子供嫌がるんですけど、そこはねしっかり大人が話をしてあげて準備をしてあげる、でやっぱ前の日とか前の日とかでこれ今度着るんだよねなんて言ってこう家の中でつけてあげたりとかすると、なんかいつもと違うからうわなんかかっこいいとかこんなになったりとかするので、お気に入りのものにしてあげる先に、行ってその場で暑い時に着せようと思っても、なんか子供って嫌だ嫌だとか言ってしまうので、もうしっかり準備をして、冷房の効いた部屋で先に着せとくって大事です。なるほど、旅行の前とかね準備でこう着せてみたりとかして、いいかも。もう褒めちぎるんですよ。すごいかっこいいにやってるなんて言うと、もうまんまと自分でこうやって準備してもらって、すごい大事ですね。勉強になりますね。我が家でも取り入れます。あとマリンシューズ、ウォーターシューズ、もうこれは本当に便利ですね。便利だし、あの怪我とかからも本当に防いでくれるの足元ですよね、川ももちろんですけど海も岩場だったりとかもありますから ね、足をしっかり守るというところ、あと子どもの装備はもちろんなんですが、大人もいやいや本当そうです。子どもだけ遊ばせるとか子どもだけ水に入っていくということを想定するのではなくて、しっかり大人の装備も整えておく、いつ何かあった時にこういったふうに助けに入る、海に入ることがあるかもしれません。大人もしっかりと備えるっていうのが大事だそうです。私も最初足元まで使って子供をこう見ててってするんだけど、だんだん楽しくなって、
常にやっぱりこうここまで行きますね。大人が楽しく、うん、てか子供のそばで見てないともう不安だし、いやでも、うん、そうですよね、とにかく目を離さないということですね。それなんですよ。いや大事、そういうふうに大人の心がけの一つとして、うん、川に入る前にはしっかり約束を作るってことも大事。そうですね、そうなんです、うんうん、でまずはそのルール決めとしてどこまで行くか、範囲、行動範囲を決める。あそこまでは行っていいよとか、あそこから先はもう絶対行っちゃダメだよっていうのをしっかりとみんなで周知徹底しておく、うんうん、で学年が高い上のお兄ちゃんお姉ちゃんにリーダーとして、うん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 、そのみんなをしっかりとまとめるリーダーだよっていうのを認識してもらって、遊んでる途中に何回か点呼をしっかりとしてもらうっていうのがいいです。名前呼んでね、うんうんうん、名前呼ぶから返事してねって、下の子たちまでもしっかりとお兄ちゃんお姉ちゃんが見守る。でその上さらに私たち親だったり大人が見守り役としてしっかりと見ておく、このルール決めが大切なんです。大事。あんまり今日コメントされてないんですけど、そうですね、なんかこうオブザーバー的な今日でしょ。本当に、まず行かないんでね。うそ、でもちっちゃい頃とか連れてってたでしょ。そんなにこうみんなでわーってなってこう海に行ったり川に行ったりって振り返ると、うん、やっぱり私はそんなにしてないかなと。なるほど。忙しかったのかな私。すごい働いてたのかな。記憶なくされましたか。ごめんな子供たち。ちょっとエピソードがあれなので、梅ちゃんにはじゃあ今日ちょっと手に持ってもらいたいものがあるんですけど、何何何、実際にも本当にあっちゃダメですけど、うんうん、万が一何かその水難事故に遭遇してしまった場合、うん、こういったものを使ってペットボトル ね救助、水難救助をすることができる。実際じゃあ梅ちゃん持ってみてもらって、ペットボトルのこれぐらいの量にお水をまず入れておきます、はい、でロープがついたもの、これはもう持ち物のセットとして持って川に行く、だから行く前にこれを作って準備をしておくってことですよね、うんうん、はい、でまずその実際に事故が起こっていた時に、うん、先ほどの声をかける、はい、でこの声かけっていうのがすごく気持ちを落ち着かせてくれるそうなんですね。やっぱり溺れている側ももう気持ちは動転してますので、いる大丈夫どの様子っていう大きな声でアピールをする、うん、でその後にこれを使うんですけれども、このロープの先のペットボトルを水に投げるわけなんですけれども、はいはいはい、今の投げ方じゃダメなんですよ、下から投げるっていうのが大事なんです。なるほどね、アンダースロー。そうです、アンダースローで、はい、上からじゃ山投げなんだけど、ダメなの。そうですね、アンダースローで、アンダースローで、はい、その方が飛びやすい、上にそうですね、で水がちゃんと入ってるのが基本ね、うん、これが重みになるわけですね、うん、で顔に水がかからないように、水難事故に遭っている溺れている人っていうのは仰向けで待つように、あそこに水が入ってきたりとか、うわって溺れちゃうの で、うんうんうん、で今使ったのがペットボトルに水なんですけれども、他にも身近な持ち物として水に浮くものを準備しておくっていうのも一つです。例えばこの発泡スチロール、はい、これも水に浮きますよね。何かあった時には川辺からポンと投げるとか、ビートバーみたいな役割になる。そういうことですね。カツオの小さいのが入ってるよ、よくこういう。そうですね、カツオ入ってる。カツオサイズかな、カツオ入ってるのか、ちょっと大きめの味ぐらいでもいい、うん、カツオサイズ、カツオサイズですかね、さすがですね。あとこれ、はい、まあ、水分補給もすると思います、クーラーボックス、これも浮くという感じになります。これ実験映像で見ましたけど、ものすごく浮かぶから、うん、浮か、あー、これに捕まるだけで本当に助かりますよ。これはだってやっぱ持っていきますよね。ね、持ってきますよね。カツオはちょっとなかなか、カツオボックスもぜひ。今活用できるものをいろいろご紹介しましたけれども、はい、でも意識がない場合、その救助する対象者が意識がない場合っていうのは、もう岸辺にすぐに引き上げて、何よりももう110、110番、これが大事です。そう、助けてくれる方がいらっしゃればいいんですけど、うん、本当に周りに誰もいないときに溺れてしまったときって、周りは気づかないぐらい静からしいですね。あ、そのようですね。誰かが溺れてる時って、うん、なんか意外とわーってこっちが騒いでると聞こえないって、あ、うん、声が届かないわけですね。であれって思った瞬間にもうなんか水の中に沈んじゃうってことが多いらしいので、あ、
からそういうのもイメージしといた方がいいですね、きっとね。実際池部さんもそういうふうにお話をなさってるみたいで、発見者はえもしかして溺れてるって思うことも多いらしいんですよ、こういうケースがですね。ですのでやっぱり一緒に子供と行った時には目を離さないっていうのが基本、ね、基本でね。あとは大人が過信しないことです、自分を、じゃあ助けられるのか自分はってなった時に、まあ、なんか泳げてる時の自分しかイメージがないじゃないですか、水に入って。でももうずっとプールとかで25メートルとか泳いでます、ずっと。最近泳いでます。いや入る、水に触れることがない。お風呂以外、はい、シャワータイム以外。イエスなんで英語わかんないけどシャワータイムできたかないやそれはそれで完全に雰囲気ですねだから泳げないんですって大人も。でしょうね、うん、そうですよ。だからもうあっという間に一緒に溺れてしまうことになるから、とにかく自分を過信しないことで、大きな声を出して周りをたくさん呼んで集めるということですよ ね、 普段からこういった備えも見直す、準備ロープレスキューに関しても実際にどこかでやってみる、こういったのも心がけとしては大切かもしれないですね。でもただやっぱ自然体験というのは子どもたち情緒を育む上でとっても大切なことですので、そういう準備をしっかり整えてあげて、まあいろんな経験値を踏んでいってほしいなと思いますよね。はい、どうですか美香さん。いやもうトータルで、まあ、これをまず持って帰ろう、持って帰ろう、持って帰ろう持って帰ろうと思います。持って帰るんですか。そうそうそう、ダメですよ、スタッフの人が作ってくれたそれはもう一回話せば、だから絶対話せばわかる、絶対話せばさあ続いてはママとレシピのコーナーです。今回はこの季節にぴったりのメニューご紹介します。続いてはお店紹介、テイクアウトのお店ご紹介したいと思います。今回はミカちゃんお願いします。はい、南香が皆様にご紹介いたします。はい、はい、行きましょう今回ご紹介するのは宮崎市大王町にあります鉄板焼き山ちゃんです。大王町、はい、うん、こちらのお店のテイクアウトはおつまみ、お好み焼き、焼きそばなど、子供もお父さんも嬉しいメニューがたくさんありますよ。私山ちゃんスペシャルがいいな。いやこれは行っときたいですね。ね、山ちゃんスペシャルは豚、エビ、イカ、ホタテが入った贅沢なお好み焼き。で次でイタリアンスペシャルは、トマトやチーズが入ったお店で人気のメニューなんです。そしてもう一個ぐらい説明しちゃおうかな、オムコーンチーズこれは子供に人気のコーンとチーズのオムレツです。これテイクアウトができるってことね。そうなんです、まだまだありますから、それはねお楽しみ。はい、はい、じゃあクーポン教えようかななんで上から言うの。クーポンお願いします。クーポンはですね、今日から2週間、10% 引きのクーポン、皆さんにありがとうございます、あげましょう、ねね、さあそれはどうしたらもらえるか、はい、UMK のアプリをそうダウンロードしてくださいはい、いいかな、たくさんね皆さんダウンロードして活用していただきたいと思います、さあ今日は、子どもたち、いろんな事故から守ろうというお話をしましたけれども、本当にあの子どもの目線に立っていろんなことを考えるって大事なんだなと思いますね。目線であんなに見えるものが違うってちょっとびっくりしましたね。いや改めてね、本当もう私なんてもう遠いので、子育てが、なので改めて感じる心が折れたどうしたんですか。折れないで有名な夢ちゃんなのに。いや多分いろいろ反省があったと思う。もっと川に連れて行けばよかったなとか、そうそう、もっと子供と一緒に横断歩道渡るべきだ、そういうこと。遅くないよ、今からでも、ワンちゃんはまさにこれからだから。そういや本当に、で水難のもお話もそうですけど、交通事故も、何かあるかもしれないじゃなくて、いや
あると思って普段生活するっていうことが大人としては大切だなって思いました。そうですね、うん、ということで、ママテレではこれからもですね、まあ、楽しい話題、まあね、おふざけな人たちも多いですけど、人たちあなたもみたい、そういう話題だけではなくて本当にあのためになる話題もお届けしていきたいと思いますし、ぜひこれを見て、まあ、ゆっくりとした時間にね、皆さんにご覧いただいた後にご家族でじゃあうちの周り道路どうかなとか、うん、まあ、あのレジャーに行くときそういう準備今までしてたかなとか、そういうことをちょっとこうふっと考えてもらうだけでも私たちは嬉しいかなと思います、うん、さあということで、まあ、またママテレは元気にね次回もお会いしたいと思いますけれども、はい、元気は大丈夫ですか皆さんは。いやもう本当元気だけはあるんですよ、うん、元気しかなんかお届けできないんですけど、うんうんうん、それでなんか向こう側の方が笑っていただければ、うんうん、今日の仕事は完了かなっていう、そうですね、元気もらってますよ、ね、いや本当に、ね、気持ちが折れないように頑張っていきたいなと思いますね、また次回も元気にお会いしたいと思います、はい、それではまたママテレ次回お会いします。さよなら。折れた心。いや今日はちょっとまとめきれない。